運命の火が進む先が変わることはない。真面目だね。感心するよ。御神様、織姫、二人の努力は決して無駄にはしない。お、ぼーっとなんてしてない。瞑想してたの。瞑想は精神を落ち着けるのに必要なことなんだから。自分の運命を知ることは悲劇の始まりかもね。私の夢？自由気ままに生きられたらいいな、なんて。定めに戻りなさい。宿命は定まった。